の部屋と近くに、はい、でも解決してあげて、そっちでも足の方で肩甲骨引っ張ってもいい。今度はこっち、こっち、でこの状態からここで、アキレス腱でもいけるし、膝とかもいけるし、こういうパターンで、まあ、こう足をね、こうしちゃうと、整骨しちゃうと、組み合いやすいから、回収して、膝の曲げてちょっと引っ張って。引っ張ったらさ、私このままね、今日もやらへんけど、このままこう持ってって、このままこっち、引き目に行くとか、いろいろできちゃうから。まずこれで引っ張る。で、今度はこっちを、こっち回る。その時にもこっち回す。ここで回っていいですけど、決めるぐらいのイメージ。で、普通の足の大体ね、手の力でやったら無理だから、足もこっちにかかとをするみたいな感じで力を下げてほんで足で捨てになったプラス膝が出る時点はここで膝を逆に曲げるかと視点は太もも真ん中足しっかり閉じるお腹の下にこの2つやってください。